きます。自分は食いしん坊だと思う。食いしん坊だよ。魚より肉が好き。はい。和食より洋食派。わ、どっちも好き。甘いものより辛いものが好きだ。どっちも好き。好きなお菓子がある。あるよ。お酒好きだ。まあ、最近そうでもねえんだ。カフェによく行く。行かない。得意料理がある。あるよ。冷蔵庫に常備している食材がある。あるね。嫌いな食べ物がある。あるね。お父さんよりお母さんに。あ、そうだったけど最近親父に似てきちゃったよ。男は年取るとそうらしいぜ。関西魂はまだ残っている。元からないんだよな。あんまり。ディズニーより USJ 派。どっちも派じゃない。若い頃実は派手に遊んでいた。いや、遊んでないよ。奥さんと出会った時に運命を感じた。感じてないよ。行ったことがない都道府県がまだある。はないね。都道府県はない、うん、都会より田舎が好き。どっちもいいな、うん、電車より車派。どっちもいいな、うん、日本が好き。あ、好きだよ。海外移住してみたい。もういいや。好きなお菓子は何ですか？いっぱいあるんだよね。あの、味のこだわりはよく買うな。たまり醤油味のやつな。あの、割ったせんべいが入ってるやつあるだろ。はいはい、食べてるの見たことないですけど、うん、お好きなんですね、あれ。おー、俺よく買ってるよ。あのちっちゃい袋、しけないように。はいはい、うん、あれ、最近なんかさ、違う味のやつがさ、結構売っててさ。あの、まあ、お菓子じゃないけど、ナッツ類よく買うな。あ、なんかあのナチュローで売ってる低糖質ロカボナッツとかさ。どこが低糖質なんだか分かりやしねえよと思いながら。五郎さん結構あれですよね。僕らとたまにお弁当とかロケとか、まあ、収録で食べたりするじゃないですか、うん、お年の割にはって言うと失礼かもしれないですけど、うん、しっかりちゃんと食べますよね。なんかだんだん食べるよ。だんだん食欲減ってくもんじゃないですか。まだ大丈夫なんで、そこはまだ。だけど俺たちはほら、男はたくさん食べなきゃダメだ世代だしさ、男は出されたものは何でも黙って美味しいと残さず食え世代だから。俺最初にさ、あのファッションの雑誌でね、ファッション担当になった時に、石津健介先生っていう、あのバンを創業された方によく可愛がってもらったんだけど、石津先生ってその時俺の祖父と同い年なんだよ。だからその時点でもう多分70いくつだったと思うんだけど、その22、3の俺と同じかそれ以上に食べたんだよね。で、俺を石津先生に可愛がってもらえるようになったら、最初の理由は君はよく食べるっていう、あれだったから。まあ、石津先生の年ぐらいまでは食べれるようでいたいなと思ってるんだ、今でも。私も、まあ、食べろって言われるじゃん。あんまり食べれない、はい、小食な方だから。私はそうですね。てか若者食わねえんだよ、今の若者。本当に若者もそんな食べないもん。で、あと遅い、ね、若者食うの、ね、うちはもうどこの店行っても驚かれるんだよ。うちの事務所、うん、お皿があったかいっつって、下げる時にお皿があったかいっつって、すごい、一番最後に入ってきて一番最初に出てくるっつって、いいお客さんだ。しこたま、しこたま食って、食うだけ食って、さよならっつって帰ってくるから。続いて、得意料理があるは何が得意ですか？もう何でも、あの残り物で何かを作るのがすごい得意ですよ。その時にあるもので何かを作る。本当のその時にあるもののパスタとか。すごい、本当の料理上手ですね。そうでもないけど、あのずっと自炊してましたからね。あの留学中とかね。やっぱ留学中自分で作る。
いや、あのこっちで大学の頃もあの自炊してたよ、金ないから、うん、と冷蔵庫に常備している食材がある。あのね、あのベーコンとかね。あ確かに使いやすいです。あるといい。あと最近ね、新宿区で作ってるね。新宿区の郷土の食材みたいなんで、内藤唐辛子っていうのやってんだよ。内藤新宿じゃん、あそこ。で昔はなんか唐辛子を栽培してたんだって。それをほら亀戸大根みたいに復活させようみたいなんで、ててそれを使ったなんか柚子胡椒があるんだよ。でそれが、いや俺柚子胡椒は結構昔からいろんなところでいろんな柚子胡椒あれしてたけど、それがなかなかいいんですよ。何につけるんですか？それ割と何にでも使えるんだよ。あのそれこそパスタとかでも使えちゃうんですよ。あ、うまそうですね、うん、冷蔵庫にあるもんって言うとそれかな。欠かさず買っている雑誌がある。何よ。長年追っているミュージシャンがいる。お前ほど追ってないからね。まあいいけど、和田のセブンオーダーズ基準にされちゃうとそんなに熱心じゃないな。綺麗系と可愛い系なら綺麗系が好き。それは何、女性の話？あ、女性ですね。どっちもいいよ。ロングヘアとショートヘアならロングの方が好き。そうでもないな。行きつけの店がある。行きつけというか、よく行く店はあるな。好きな服のブランドがある。まああるかな、いくつかの。今年こそ阪神が優勝してくれそう。優勝してくれそうかどうかっていう話になりますか？はい。優勝してほしいじゃないんだよね。はい、くれそうかになるとね、ちょっと難しいかもしれない。ビッグボスが好き。うん？新庄監督が好き。いや別に。新しく始めてみたい趣味、勉強がある、うん、もういいや。犬と猫なら犬が好き。犬だな俺。見た瞬間電撃が走った絵画がある、うん、まああるかな、うん、1枚の絵を1時間以上鑑賞したことがある。1時間はどうか、まああるかもしんねえぞ。30回以上通った美術館がある。30回？はい、それは30回。美術関係のアルバイトをしたことがある。ないね、うん、今と昔で美術の好みが変わった。変わった変わった。生まれ変わったら画家を目指してみたい。いやいい。生まれ変わっても美術史を学びたい。まあ学びたいっていうのは、まあ学ぶだろうな。自分の子供が画家になると言ったら反対する。いや反対はしないよ。ゴッホより普通に螺旋が好き。何？何？ゴッホより普通に螺旋が好き。その普通にの意味がわからない。これあれです、長野のネタ。ああ、そうか、なるほどなるほどなるほど。ドクロコレクション何か見せてください。これどうやって答えるの？見てんじゃん、そこラジオにあるじゃねえかよ。ご覧の通りだよ。